こんにちは、横久米克人です。本日の横久米ゼミは、横久米式天才教育法のうち、天才児を育てるためのおすすめ100均グッズベスト5シリーズのついに第1位をご紹介したいと思います。栄えある第1位は、世界地図です。この世界地図というものは、教育面においてマストだと思います。幼稚園、保育園、小学校、中学校のお子様がいる家庭で、もし世界地図がないよっていう方がいらっしゃいましたら、100円で買えますので、ぜひ買っていただいて、これをリビングに、または子供部屋、浴室に貼れるもの、寝室、いろんなところに何枚やってもいいかなというぐらいです。これは新品ですけど、普段使っているものですと、こういうもうボロボロになる状態、後ろテープ貼って破れそうになっても何度も使ってみてということがおすすめです。子供の頃の教育と言いますと、知識を与えるよりも知恵と言いますか、さらにその一歩進んで価値観、そういったもっと大きなもの、物の考え方、人生の考え方というものの方に力点を置いてもらった方がいいと思います。もちろん知識というものも否定はしませんが、ただ世界史、日本史の何か覚えるのが人より早いとか、掛け算、九九、割り算が人より早いというものはあんまり意味がありません。数学のなんとか理論みたいな、他の人が解けないものを解いたり、考え出すみたいな高度なレベルだったら意味があるかもしれませんが、大学受験で求められるのは、所詮他の方が考えた理論、解いた理論を覚えるだけですので、それが早いか遅いかって大した差ではありません。いつか追いつきます。ただ、他の人よりちょっと早いことで、得意だ、頑張ろうっていう意識を高めて、より頑張っていけるっていう意味があるので、若干人より早いっていうのは意味がありますが、そのことだけを絶対視しては意味がないと思います。その点、この世界地図というものは、世界に対する視野を広げることができる。常に日本というのが世界でどういう立ち位置、世界の中でどんな国が日本なのか、世界にはどんな国があるのか、そして英語だけじゃないいろんな外国語がたくさんあること、外国の文化があること、ということを学ぶことで、常日頃のニュースや話などにも興味が湧いてきます。さらに、日本史、世界史を覚えるときも、ただ、よくわからない教科書上の出来事として暗記させられるんじゃなくて、あの世界地図に出てきたあの国のことね、あの国が日本にこうしたのね、ということで、一気に現実味を帯びて覚えやすく、興味を湧く。さらに英語を勉強するときも、ただ英語という教科がある、大学受験に必要だから覚えるんじゃなくて、世界地図に出ているこの国々の方々と話すためにツールとして必要なんだな、そのことが子供ながらに分かることは大きな違い。さらに一つの地図でも、地図なのかマップなのか、その他いろんな外国語、一つのことを意味することが一つじゃない、何個もいろんな見方がある、表し方がある、多角的な表現が見方があるということを子供ながらに知ることは大きなことだと思います。ちなみに世界地図においてこのように国旗一覧がある、しかもあいうえお順で並んでいるようなものがあるとさらにおすすめです。これらの国旗を単に暗記でつまらなく覚えるのではなくて、親と子供でゲームのようにクイズ出し合ったり競い合ってみたり、覚えることがつまらなくなる前に楽しんでゲームのように覚えていくことがおすすめかなと思います。以上が天才児を育てるためのおすすめ100均グッズベスト5ご紹介させていただきました。いずれも高が100円、されど100円、全部買っていただいてもたったの500円プラス税で買えますので、
子育て世代の皆様には参考にいただければと思います。本日の予告目ゼミは以上です。